南村友好は大阪府出身のプロ野球選手、コーチ、解説者。救命は深止め。旧世一岡中学時代は、投手で京都商業の沢村英治とも投げ合った。早稲田大学では打者に専念し、黒色に塗ったバットを使い、黒バットの南村として人気を博した。東京六大学リーグ通算69試合出場。 197打数51アンダー、打率259、1938年春季と1939年春季の2回首位打者を獲得する。大学卒業後に三井信託銀行に就職し、神奈川県横浜市にあった野球クラブ、横浜金庫クラブでプレーをしていた。1950年に新規結成された西日本パイレーツの監督で、 壮大の先輩でもあった小島敏夫に勧誘され、32歳にして銀行員からプロ野球選手に転身する。1類、2類、3類と内野の複数ポジションをこなす。一方、並入るプロ野球経験者をよそに、新人ながら4番打者を務め、打率。311本塁打を記録する。1951年には西日本の球団消滅により、 読売ジャイアンツに移籍。旧所属球団の西日本がパリーグの西鉄クリッパースと合併しようとしたことから巨人が西日本の選手の保有権はセリーグにあるという主張をする。好人物であった南村は巨人と西鉄の両方に勧誘されてそれぞれ横託してしまい、両チームと何十にも契約を交わしたともされる。その後、南村は熱海に身を隠すなどして、 結局巨人に入団、契約金100万円、給料は8万円であったという。巨人では6番、右翼手のレギュラーとなって、打率、283、62打点をマークし、同じ西日本から移籍した平井正明と共に、巨人の両リーグ分裂後の初優勝に貢献した。南井村自身の打撃も、去ることながら、これに刺激を受けた、川上哲次。 千葉茂の奮起が実に大きかったと監督の水原茂が後に語っている。また同年の日本シリーズでは第一戦に先制にルイ打を放つと1、2戦で6打数6安打の固め打ちでシリーズを通して16打数9安打の打率563を記録して最高主君選手を獲得した。なおこの打率は1966年に芝田伊佐に破られるまで 日本シリーズ記録であった。1952年と1953年は、宇野光雄とともに主に5番、または6番を打って、2年連続で外野手のベストナインを獲得し、1952年には打率、315でリーグ4位につけている。1954年に名前を深止めから有効に改名し、同年から1955年にかけては3番打者を、 勤めた。1956年になると、宮本敏夫らの台頭もあって、出場機会が減少し、1957年に40歳で現役を引退。引退後は、日本テレビラジオ、関東解説者を務め、日本テレビの解説者に迎えられた1958年の正月夜に、鎌倉の材木座にある自宅の風呂の中で、佐藤家佐を歌って、 発声練習をしていた。また、1959年の展覧試合でも、日本テレビで解説を務めている。古巣、巨人で1軍コーチ、ヘッドコーチ2軍打撃コーチ、などを歴任した後、2度目の日本テレビラジオ、関東解説者を経て、1974年には、三原治球団社長の下で、日本ハムファイターズのフロントに入って、広報担当となり、領長、 査定係などを務めた後、1984年退団。1990年4月17日死去、73歳坊津、南村深市に関するカテゴリー、ありがとうございます。